ウクライナ軍、ロシア軍の最終防衛線を初めて突破か。米長射程ミサイル ATACMS 供与の方針、反転攻勢本格化か。米戦争研究所 ISW は21日、ウクライナ南部ザボロジエ州でウクライナ軍の装甲車両がロシア軍の最終防衛線を越えて展開したとの分析を発表した。米政権は近く、ウクライナが供与を求めてきた長射程ミサイル ATACMS を供与する方針だと報じられており、反転攻勢の本格化も見込まれる。ISW によると、ウクライナの装甲車両はロシアの三重の防衛線の南側に前進し、ザボロジエ州ベルボベ西方でロシア軍と限定的に交戦したという。ウクライナ側が第1、第2の防衛線を突破し、車両を運用できる十分な安全を確保していると指摘した。三重の防衛線を越えた運用は初の事例となる。米紙ウォール・ストリート・ジャーナルは、ウクライナ軍が装甲車両を送り、突破口の拡大を目指すが、ロシア軍の反撃に直面していると報じた。米メディアによると、バイデン米大統領がウクライナのゼレンスキー大統領に地対地ミサイル ATACMS を供与する方針を伝えた。クラスター弾を使うタイプを提供する方向だという。渡辺義和氏、クリミアの作戦で圧倒的戦果も。米陸軍のサイトによると、ATACMS は射程約300キロで、前線から離れた指揮統制センターや防空施設、兵站施設など遠方の目標を攻撃する能力を持つ。ウクライナ軍は現在、ロシアが併合した南部クリミア半島の主要都市、セバストポリの黒海艦隊司令部をミサイル攻撃している。元陸上自衛隊東部方面総監の渡辺義和氏は、ウクライナ軍はクリミア半島を孤立させ、内部の戦力を減らす作戦を展開している。ATACMS が供与されれば、ザボロジエ正面で兵站や補給を困難にし、クリミア大橋の破壊など圧倒的な戦果を収められるだろうと分析した。ウクライナ軍将官、冬の到来は反攻の妨げにならず、最大の突破口はこれから。ウクライナ軍の南部前線で指揮を取る将官オレクサンドル・タルナフスキー氏は22日、CNN に対し、冬の到来で反転攻勢に遅れが出ることはないとの見通しを示した。ウクライナ軍に最大の突破口が開けるのはこれからだとも指摘した。タルナフスキー氏は CNN との単独インタビューで、天候は前進時の深刻な障害となりうるが、我々が車両をほぼ使わずに前進していることを踏まえると、天候が反攻に大きく影響するとは思えないと述べた。秋の激しい雨で地面がぬかるみ、戦車のような重機での移動がより困難になることはあり得る。ただ、タルナフスキー氏は、ウクライナ軍は少人数のグループで、主に徒歩で移動していると指摘する。タルナフスキー氏はまた、今回の反攻で最大の突破口が開けるのはこれからだとの見方も示した。突破口が開けるのは、トクマクの後になるだろうと、タルナフスキー氏は説明。現在のロシア軍は、トクマクの防衛線の深さに頼っている状況だと指摘した。ロシア航空宇宙軍のスロビキン前司令官の命令で構築された防衛線、スロビキンラインよりも、十字路や樹木の列、樹列の間に敷設された地雷原の方が厄介だとも明らかにした。小規模で有害な敵の防衛グループの組み合わせが細かく巧みに配置されていると指摘。ただ、ウクライナの吸収部隊と向かい合えば、彼らは徐々に後退せざるを得ない状況だとも説明した。タルナフスキー氏は、最終結果については自信を示しつつも、反攻を成功させるには少なくともトクマクに到達する必要があると認め、トクマクは最低限の目標に過ぎない。全体の目標は国境に到達することだとしている。習近平が中国経済を崩壊させると言わざるを得ないこれだけの理由、その世界経済への影響を過小評価すべきではない。習近平の経済音痴。現在中国経済がバブル崩壊によって大きく失速しているのは、すでに多くの報道が伝えている通りだが、ここに最大の影響を与えているのは、習近平の経済音痴である。
中国経済がバブル崩壊によって大きく失速しているのはすでに多くの報道が伝えている通りだが、ここに最大の影響を与えているのは習近平の経済音痴である。今は民間が債務の圧力に苦しんでいるので、この圧力を弱めるためには政府が債務を事実上肩代わりするような政策を打ってやらないと民間の経済が上向くことはない。だが中国政府はこれをやろうとはしない。習近平政権は言葉だけは立派だが具体性のない政策を打つことが多い。ブルームバーグは8月17日に中国指導部消費拡大と民間部門支援を確約、具体的施策は示さずとの記事を発表した。この記事には中国共産党指導部は国内消費の拡大と民間部門の支援を表明したが新たな景気刺激策の詳細は示さなかったとの記述がある。国内消費を拡大させるんだ、民間部門を支援するんだと世間受けすることを建前として打ち出しておきながら具体的な施策は全く出ていないのである。李強首相は高額商品購入を含めた国内需要消費拡大に一段と取り組むよう呼びかけ、大きなリスクの阻止と国有セクター改革の深化を公約したが、では何をやるのかについて結局具体策を示すことはしなかった。みずほリサーチ&テクノロジーズは8月1日に出したレポートで、党中央政治局会議を開催も財政的な裏付けのある追加刺激策には踏み込まずと表現している。このレポートは7月24日に開催された中国共産党中央政治局会議のことについて触れている。同会議では目下の経済運行は新たな困難と挑戦に直面しており、主に国内需要が不足し一部の企業が経営困難に陥っており、重点領域で隠れたリスクが多く外部環境は複雑で厳しいと今の経済状態に対する厳しい認識が示されたという。また住民収入の増加を通じて消費を拡大させることや自動車、電子製品、家具などの耐久消費を振興し、スポーツ、レジャー、カルチャー、旅行などのサービス消費を促進するとの方向性が打ち出され、民営企業の発展を後押しする考えを改めて強調したものの、一番肝心な財政的な裏付けがある形での景気刺激策には踏み込まなかったのだという。中国軍用機160機、焦りの異様挑発、台湾にアメと打ちで屈服狙うも、来年1月の総統選では現状維持派が優勢。習近平国家主席率いる中国が蔡英文総統の台湾への軍事的圧力を強めている。今週初め、中国軍の戦闘機 J-16 など延べ約160機が2日間にわたり台湾周辺で激しく活動した。中国海軍の空母山東など複数の艦艇は先週末、沖縄県南方の太平洋から台湾とフィリピンの間を通過し南シナ海に向かった。米国のイーライ・ラトナー国防次官補インド太平洋安全保障担当は19日下院軍事委員会の公聴会で証言し、台湾海峡で軍事力が行使された場合、想像を絶する規模で人命や繁栄が損なわれると危機感を示した。中国軍では李尚福国務委員兼国防省の消息が2週間以上途絶えるなど異変も伝えられている。ジャーナリストの長谷川幸宏氏は中国の狡猾な狙いについて分析した。中国が17日から18日の24時間に延べ103機もの軍用機を台湾周辺の上空に飛ばした。近年では過去最多だ。翌19日にも延べ55機の軍用機を出動させた。一体中国の意図は何なのか。これだけ見ると今にも人民解放軍が台湾に攻め込んでくるように見えるが、実はそうとも言えない。中国は直前の12日軍事的威嚇とは全く正反対の平和的な台湾統合プランを発表しているからだ。計画は中国沿岸部の福建省を台湾との融合を図るモデル地域に指定し、中国との同化を目指す台湾企業や市民を優遇する21項目の政策を掲げた。例えば福建省に投資した台湾企業は中国の証券取引所に上場できるようにする。経済の融合を後押しする基金を設立する。
台湾市民に住民サービスへのアクセスを保障し、子どもたちも福建省の学校に入れるようにするといった具合だ。そんな中国のプランを台湾の人々が歓迎するかどうかは全く別の話だが、実際台湾政府は拒否した。中国にとってはこれが飴玉を意図しているのは間違いない。中国は飴と鞭を使い分けて台湾を何とか屈服させたいのだ。私はせっかく飴を用意しながら直後にそれを台無しにするような大規模演習を展開するところに習近平氏の焦りを感じる。習氏の本音は武力侵攻ではなく、できれば平和的手段で統一したいと思っているのではないかと見ているからだ。なぜか、まず平和的統一であれば米軍が介入しにくい。1979年に施行された米国の台湾関係法は、平和的手段以外によって台湾の将来を決定しようとする試みは西太平洋の平和と安全に対する脅威であり、米国の重大関心事と規定している。ジョー・バイデン政権は台湾は米国の利益を守る上で決定的に重要と台湾の戦略的重要性を強調しているが、法的には米国は平和的統一に反対できないのだ。